このタブレットの時計を見ながら19、あと配信を始めますか、はい、いいえのはいを押すだけにしといて、19、8、7。いやねえ、やってた。あ、いい感じでした。ちゃんと01秒とかに始められたかな。よかった。こんにちは。で、次の配信は18時00分30秒で始めればいいんだよね。オッケー。こんにちは。緊張しますね。もう何話せばいいか分からなくなっちゃうよね。楽しもうとか言ってたのに。こんにちは。珍しく時間ぴったりだった。珍しくね。私いつも配信予定しても 2分とか遅れちゃうし。こんにちは。はるちんより通知早い。私あれ今だってもう時計見てこうやっていやーってやってたもん。皆さんも待機してくださっててありがとうございます。かわいいね、ギフトがすごく。リラックマありがとうございます。リラックマなのでガオーとかはしません。そんな言わなそうなのでありがとうございます。来月新潟行きます。あ、待ってますね。初見です。ありがとうございます。 NGT48 の木本ゆなです。あ、そうだそうだ、ポキちゃんの周り何人もいるかのように賑やかってリリカちゃん言ってたよ。うん、だって私がさ3人分くらいのさ声量で喋っちゃうから。そう、私が今話したかったのは、そうそうそう、下北 FM さんにゲスト出演させていただくことになりました。わーい、ありがとうございます。ありがとうございます。そうそう、なんかツイッターとかでも書いてくださってた方いらっしゃったんですけど、私ショールーム審査の時からラジオいいんじゃないって皆さんに言っていただけてたので、こうやってラジオのお仕事ができるのは嬉しいです。でも緊張してさ、緊張して喋れるのかな私。ね、ラジオ、やっぱりさ3期生の公演の MC とかラーメン部でのお、なんだろう、カメラ回しながら喋るとかさ、 NGT48 だけのラジオとかとはまたさちょっと違うかなと心配なんですけど、でも NGT48 としてさを背負っていくわけですから、ちょっと失敗はできないし頑張りたいと思います。
3期生初だもんね。そうやってさ、なんだろう、こう初めてに私を選んでいただけるのもすごく嬉しい。次もまたあの3期生っていうか NGT をあの知っていただけるようにさ頑張りたいですよね。いいね NGT ってなるといいな。大丈夫かな。ポキのアバター出た。あ、本当あ、たくさんカプセルありがとうございます。イベントなんだったリラックマンもうみんな可愛いね。みんながリラックマン投げてくれてると思うとなんか可愛い、すごい可愛い。こんばんは。なんか私夢ノートとかいろんなところで言霊ってあるよなって言ってやりたいこととか夢とかをバンバン言ってるんですけど、それが一個ずつ叶っていくのがすごく嬉しくて楽しい、嬉しくて楽しい皆様のおかげでね。沼からこんばんは。イベント頑張ってね。ありがとうございます。はるちゅんもね、ちょっとこの期間は仲間でありライバルなので、はるちゅんも頑張ってくださいちょっとあの待って明日か明後日くらいに来てほしい。ちょっと今日私今時間に追われて余裕がないんです今30秒でも狂ったらおかしくなっちゃいそうなんです、頭が皆さんもそうだと思うんだけど、大丈夫かポキって思ってると思うんだけど、今日だけは本当に脳みそが溶けてる、いないの、この中に、本当にやばい狂いそうだよ。リラックもありがとうございます。最終枠で明日の大抵決めましょう。はい、もっともっと、こんばんは、木本優奈です。ごめん、はるちゅんの推し集めに来ました、どうぞそんな正直に言わなくても勝手にもらってってくださいよ言わ、そんな報告、ごめん、はるちゅんを応援してるんだけどとか、あまりテンパるなよね。ちょっと私は同じことをさ2個同時にできないってか器用じゃないから、私もうね、いろいろ考えてる。あ、3位になりました、ありがとうございますリラックもありがとうございます。あ、もしかしたらさ、あの48グループじゃないアイドルさんを応援してらっしゃる方がさ見に来てくださった時にさ、カプセルを投げてくださるかな、テロップに書いてたらカプセルお願いしますっていいのかな、そういうのって。あれれれあ、いいやん、あ、
ありがとうございます。こっちはガオーだ、コラーガオー、なんかかわいいトゥルルルって風船のリラックもありがとうございます。こんにちは、 NGT48 のキムトユナです。これもトゥルルルって風船のコリラックはまだ、ありがとうございます。なんか皆さん可愛いギフトが最大35個、3500ポイントか、そっか、まだどこにも投げてない方がいらっしゃったら3500なのか。うわお、こんにちは。あ、これもまた風船になってるよ、かわいいね、ありがとうございます。もっともっと NGT48 の木本優奈です、よろしくお願いします。でこれさ、ちょっとやばい、ウェルカムコメントに書けばいいんだね。そうだね。やったんだけどな、一回予選で。もう忘れている。こんな25文字テロップに入るかなとか言って心配する必要ないや。ウェルカムコメントっていうのがあったよね。そうだった、そうだった。やだ、恥ずかしい。みんな頭いいね、私より天才かもしれない。ちゃんと自己紹介をして、あ、喋れなくなっちゃう、喋れなくなっちゃうよ。あはは、すっごい間抜けな顔してるな私今。どう？間抜けな顔してた？すいません、すいません。今が頭良すぎて。あ、かわいい。学習しろだよね。ギフトたくさんありがとうございます。決勝頑張れ、ありがとうございます。こんにちは、NGT48 の木本優奈です。あ、タコさんが来た。タコさんありがとう。推しメンのアバター出るといいね。あ、そうだそうだ、またオンラインありがとうございます、して今日のスケジュールを貼っとくべきなのか。あー、いやー、はい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 。
頭がおかしくなりそう。今15分だからまだ大丈夫だよね。あ、タコさんありがとう。ではちゃちゃっと書いていくよ。どう思います？この紙で足りるかな。このさ、一枠目をさ、もう書かないでおいて、これはマリナさんにいただいたお洋服をね、また着てるんです。お気に入り、ありがとうございます。そう、さっきあの可愛いお洋服だねって言ってくださったんですけど、これマリナさんからいただいたお洋服です。じゃあ次のこの、うん、まだ書いてないんだった、まだ書いてないけど、この20時の20時のやつから、次はみはるさんからいただいたお洋服に着替えて、ここにお団子を作って配信しようかな。今できること完了、仕事戻ります、またね。 ありがとう、頑張ってね。あ、忙しいのにありがとうございます。ちょっと今までやったことない髪型をやってみたく思います。うまくできるのかな、毛量が多いし、あんまりやったことないからどうなのかと思うんだけど。こんにちは、すいません、あの長丁場になるのですが、よろしくお願いします。ちょっと入るか不安になってきたぞ。歌詞間違えた。本当のこと言ってほしいけど、傷つけてしまうなら、僕だけの見間違いだとご褒美に忘れよう。ずずずずずず、あのオフラインおしゃべり会の時ってこう BGM みたいな感じで、あの渡り鳥のシングルに入ってる曲がこうずっと流れてるじゃないですか。それで私の優しさの重さのパートが来るたんびに、あのね、夏樹がねノリノリに踊ってくれるっていう可愛いエピソード。できた。
ンラインちゃんちょっとごめんね、ちょっとビビってちっちゃく書きすぎちゃった。できた、完成。近くに来てください。できました、ありがとうございます。今日はこんな感じで行こうと思います。よろしくお願いします。あ、じゃあ横に緑でカって書いたらそれがカウント枠っていうことにしよう。フルお届けです、ありがとうございます。皆さん忙しいのに17時というね、忙しい時間なんだけど、カって書いたらカニって書きたくなっちゃう。はい、カニって、うん、今日は何をしようかって思って、あれですよね、やっぱり歌いましょう。何歌うか決めてないけどね。私的には一番イベントの一番最初の枠と一番最後の最イベント最終枠は歌いたいっていう変なこだわりがあるので歌いたいと思います。いや、ダン。あ、そうそう、さっき気づいてカニカチューシャとマイクゴーグル、ゴーグ、ん？マイグルをちゃんと戻しました。ジェダララーン。また歌うの、2人セゾンとバンドエイド。何歌うか決まってないんだけどねーとか言うからか、だから皆さんそうやって提案してくるんだな。50日にうんとありがとうございます。どうする、どうする。じゃあまずちょっと私が歌いたかった曲を歌わせてください。これ歌えないんだけどね、全然歌えないんだけど、最初の音が難しすぎるんだけどね。そしてこれはつぐみさんの卒業公演の時にドハマりしました。妹にもさっきそればかり聞いてるね最近って言われました。なんだっけな、あ、あれ？あ、オッケーオッケー。エコーがかかってる。たくさんギフトありがとうございます。よし、ちょっともうずっとバンドエイド歌ってって言ってくる人がいるので、その後、あ、バンドエイド歌って私が歌いたい曲を歌って終わりだな。また歌うんだ私はバンドエイド。もうどんだけ言って、あっ、ガンガンってなった。
歌いすぎ。たくさんゲストありがとうございます。あれもう最終枠まで歌いませんこの曲はパチパチありがとうございます。たくさんクマリラックマいっぱいありがとう。あ、7日後また楽しみにしててね。これもう歌わないって言ってませんでしたそうなんだよそうなんです。なのにイベントの時は歌いたいと思いますって、歌いたいからって理由つけて歌ってるんですもう違うよ、毎日歌うのはやばいかなと思って最終枠はまた歌いたいと思います。なぜか走りたくなるんだ。僕がどこかへ走らなきゃ地球が回らなくなるよ。校舎の窓に反射した空の雲は止まってる。自分の方が動かなきゃ欲しいものは手に入らない。君はずっと変わらないままクラスメイトの一人で仲悪くなんてないけど、そんなに親しいわけでもない。誰にも相談できずに遠くから思ってるのに、一年過ぎても全然僕たちの距離は埋まらない。何か聞こえないか、季節はまた巡るだろう。君を何度も好きになって何度も切なくなるんだ。言葉にしないよ、胸にしまっておく。 Oh yeah, oh yeah。 春はいつもの来るのだろう。できるなら知っておきたい。もったいないかもしれないし、そうずっと待って。
気づかないなんてもったいないかもしれないし、そうずっと待ってるだけじゃ緊張しすぎてしまうよ。迎えに行って僕が連れてこようか、遅すぎる懐かしい。え、めっちゃ久しぶりに歌った気がする。たくさんギフトありがとうございます。ありがとう。わあ、ちょうどアラームが鳴りました。それでは壇上を読みたいと思います。こっからはちゃんと時計を見てやります。はい、行きます。13位ハチさん、ありがとうございます。12位トマオさん、ありがとうございます。11位マスボンさん、ありがとうございます。10位マサ佐藤さん、ありがとうございます。9位市田さん、ありがとうございます。8位阿部部さん、ありがとうございます。7位突破Qさん、ありがとうございます。6位勝弘さん、ありがとうございます。5位片山さん、ありがとうございます。4位埼玉のりゅうちゃん、ありがとうございます。3位ブッチャーさん、ありがとうございます。2位まこいもさん、ありがとうございます。1位りゅうさん、ありがとうございます。今は48分15秒だから、あと2分ある。あと1分半ある。今回もたくさんコメントギフトありがとうございました。全部読めなくてごめんね。皆さんたくさんお忙しいのに、と枠名皆さんありがとうございました。たくさんのギフト。次は18時30秒からです。カウント枠よろしくお願いします。ワンワンワン言ってる。49分になるぐらいだけど、どう思います？ちょっと分かんなくなってきてる。ごきげんようなのかな。もうごきげんよう。うんいい感じいい感じ。皆さん、今日から7日間よろしくお願いします。足がしびれてきちゃった。左足だけ痛い。楽しもうね。それではまた後でね。ごきげんよう。